チュンチャンネルのお時間です。お時間です。今日はゲストを呼びしてます。いつもの福山先生と、どうも、友蔵です。自己紹介、自己紹介はい、自己紹介YouTube で、空手のいろいろ上げさせてもらってます。友蔵です。友蔵です。何メインでやってるの？まあ、なんか技術系とか、こういう技どうですかみたいな。おー、技を教えてもらえるの？そうそうそう。おまあそのいろいろね、そのやってきた経験とかを生かしたいなと思って。おっていうことなので、私の練習に飽きたら、あの友蔵先生の家事に行ったり、型だよね。やってるのね。そう、型を、あの体両方できて変わってだから、やっぱり型も勉強しに来てください。今日は今からおうちトレーニングを、あの皆さんに。お願いします。説明するね。そう、今日はお家でできるトレーニングの中で反応プラス、やっぱみんな部屋にずっといて、こうあのなかなか全身使うことがないと思うので、スクワットを入れてやります。で、反応はここで相手が刻みしてから反応で、相手が今度下がったら、そこにも反応して合わせて下がってスクワットして戻る。反応、いいですか？反応技は何でもいい。こっちは何でもいい。だから、あの前に出てもいいし、ピタッと受けてもいいし、うん、何でもいいです。はい。はい、で10回ぐらい。大体10回ぐらいです。疲れ、ちょっと疲れたらじゃあやめてください。あの家の中だからと。そうだね。家でできる。そう。あんま激しいところ。ちょっと。あの家の床とか抜けちゃう。抜けちゃうし、あのぶつけちゃうし、角とか痛いし、こういう。軽めで。まあ、力抜いて。そう。何が大事かっていうと、反応して、あとここでやっぱスクワットで、このステップワーク、この足のステップと反応、目、頭、心のこの感じを。お家でできるようにと思って、はい、いいですか？はい、はい、難しかったね。友蔵とかちょっとね、
苦手だね、苦手な感じ。なんか手頭と体がこんがらがってすごい難しかった。はい、なんでいい練習です。そういう頭をこうなかなか上手にね、こう体にこう、でも、ね、運動神経って脳だから、やっぱ脳から動かせるようになるトレーニングですよ。俺脳弱いのかな。めっちゃ弱い。そう弱い、激弱。まあでもやれば上手くなるでしょ。まあそう、もちろんそう。だからやっぱやれば慣れるし、慣れだから、ああいうのは、うん、だから今日のは体だけじゃなくて、脳とかじゃなくて、お家の狭い中でも頭を使うで反応する練習でした。ではまた家でやるわ。やってください。バイバーイ。